ああ。ああ。よっしゃ、明けましておめでとうって言ってもまだ撮ってる段階では年明けてないけど、でもこれが上がってる時にはもう2023年なのかな。うさぎ年、うさぎ年だ。うさぎを買え。いや、うさぎでも売ってたじゃん。3000円ぐらい。そうだよね、可愛くていいかもね。あ、いいかもね、こんな軽い気持ちで命やる人は聞くからな。本当だよ。買うんだよ、100匹ぐらい買うんだよね、寂しがりだから。あ、そっか、確かにそうか。大きくな。今日はお餅をね、やっぱねんねんそうそうって言って、うん、まあプチ餅つきって感じだけど、餅つき。ゴミみたいなの落ちて使んな。ダメ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 。あれで使ったらえらいことになっちゃうよ。去年も確かやったかな。やったよね。そうだね。それを今年もまあやりましょうって感じで。電池壊したハンマー使わない。使わない。あの切れてるからあれね、ああ、気合い入れてね、年1年初めの焚き火で。すごいいい薪になってるじゃん。桜のあれだから。ああ。ずっと天気になってたから。桜燻製餅みたいなら大丈夫。大丈夫。うん。時はついてるから。ゴミを溜まって。うんうん。ここに入る。ドンキで餅米。ちもね、使った。もちごめ 2.5 もいや、もうこれいっぱいで 2.5 度。あ、この蓋いっぱいで、うん、こうすね、了解。しっかりね、しんち、こっから慎重にね、練乳そうそう、無駄にはしない。まだ全然足りんか。はい、しっかりいきます。やばい、はい、だこれさ、もう先っちょこうなってないのこれ。もうそのせいにしちゃいかん。バチ当たるわ。いや、ちょっと、やばいやばい。これどう、ちょっと、まあ、まあ、そのぐらいならセーフで、うん、洗うやつだから、そこじゃない。うん、これ炭を洗いか。米洗うなんて、すんめったこれ。うわ、煙がやばい。ちょっと待って、そこの木の上、ここだ。え、もうこんな濁っちゃったけど、うわ、冷たてか。本当に冷たい。それに濁りますよ。濁るな。あ、だから普通のあれより濁るんだ。まだ合ってない。もうちょっと洗って捨てるかな。持ちにするんだったらな、うん、そんな洗いすぎなくていい。あ、そうなの。意外とこんなもんでも多少粉っぽくても、うん、持ちってちょっと粉っぽいじゃん。あ、確かに。じゃあいいかな、うん、ちゃんと洗ってね、そこは。その1回目はちゃんと。あ、本当は水を吸わしとくんだけどね、1日
くれたでしょ。おう、そう、そわすんだ。風今日ないからそんなでも寒くないですけど、米研いだから手が冷たいし。去年は門松も作ったよね。そうだ ね今年はもう全滅した。ねえ、全滅、竹駆逐しちゃったから作れないけど10分ぐらいはでもかと。まあ30分ぐらいでできたような気がした。っていうのもですね、正月じゃないですか、うん、タコじゃない、カイトっつったっけ。あそう、カイトを買ってきたから、ちょっとほらここせっかく結構広いじゃん、うん、だからあんま家では飛ばす、なんだかんだ飛ばしたことないんだよ。そうならできるかなと思ってさ、ちょっと正月っぽい遊びじゃないけど、もっと、え、猫、え、見たことない猫が、あれ侵入、侵入、新年早々猫侵入。せっかく綺麗にしたばっかりなのに。まさかの猫で、初廃墟に入ったのが猫だった。さあ、じゃあ話が途切れちゃったよ。カイトを買ってきたの。だから、ちょっと飛ばしたいのよ。今、せっかくこれ待ち時間あるならさ。そうだね。飛ばしてみるかけんなよ。電線もねえか。そうね、ほんと、ここらはね、ここの敷地内なら大丈夫だからさ。ちょっと、飛ばしてみようかなって言って。ってわけで、ちょっと、こう広い方に行きますか。後ろから。おーおお、めっちゃ。そうね、ほら見てみ、これがカイトだよ。めっちゃダメよ、これを飛ばすからね。ローゼも見てるかい。よし、オッケー。一応持ち、こうな、これで多分握って走ればいいんだよね。ある程度多分紐を、紐をね、伸ばして、伸ばして、で走って、うんうん、え、本当にこれ飛ぶの。いや、そう、よし、じゃあ、もう、もう行きます。はい、おいおいおい、なんでなんで、なんか違う気がするね。空に三角形を向けて、ちょっとゆっくりめで、あ、ゆっくりめで行ったら、さっきよりは速すぎる。じゃあ、始めよう。あ、お、飛んだ飛んだ。あ、やばいやばいやばい。あがーちょっと飛んだじゃん。上を見とらんと、上を。うわぁ。じゃあ、走るよ。あ、こ、あれどうだ、こっちか。そうそうそう。はい、はい、できます。おーおー、はい、できます。おーおー、いった。
おー、上げろ上げろ、どんどん上げて、あの紐を上げて、かわいい。あー、あー終わった。やばい、終わった、耐えろ、やばい、終わった、終わっちゃった、終わっちゃった、糸もこんがらがっちゃった。あー、枝から落ちてたのか。あー、どうしよう、糸が糸が切れちゃった。行け、おお、お、もうちょい、あ、ちょっと、お、いけいけいけるいける、カイト、カイト、バカカイト、よっしゃ、ナイス、生還を果たした、はい、ボロボロとなって、はい、と持ちいいんじゃない、そろそろこれで、そうだね、しゃあ、でもボロボロになっちゃった無駄遣いしちゃったねいやでも意外と最後でも結構高く上がんなかった、綺麗、まあ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 、ねえ、まあまあ、ちょっと正月っぽさは出してくれてしっかり、ありがとう、この子顔にじゃ墨塗るか誰の、俺の、ああ、嫌だよ、書き初め、嫌だよ、はい、じゃあ見に行くよ、よし、もちもち、金か、ボコボコなってる？これでおこげっぽい匂いしない？しない？炭の匂い。まだかな。あ、あとちょっとだ。いい感じ。ぬらす。ぬらす。
めっちゃいい匂い。うわ、ほんとだ。うわ、美味しそう。あ、ちょちょちょ、焦げてる下。ちょっと焦げてる。ちょっと焦げてるかな。結構置いてあるし、こんな形でほぐさんと。まあ、取れんのはしょうがない。そうね、まあ、取れんのは水入れて。なんかヤギだってさ、うん、なんか米の煮汁とかも飲むらしいじゃん。ああ言ってたね、確かに。それ用にしてやってもいいよ。取れないところ、ヤギたちあったかい水というかそういうのすごい喜ぶらしい。ああ、そうなんだ。よし、じゃあ潰すか。じゃあ潰します。あ、すげえもちもち。力を込めて、力を込めて。あー、またチェンジ。腕が。すごいなこれ。俺の手を潰さんでよ。こうやってひっくり返さなくていいの。熱くて死んじゃうよ。俺の手が餅になる。いや、でもあの本場はこうやってよくやってるじゃん。あの水でね、ちょっと手をピューってやって、ほい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 。すごいもちもちが粘り気というか、なんていうのあれが、すごいね。生もちで、でもなってきたよ。うん、なってきた。これ何ですけど、一応醤油は持ってきた。醤油持ってきた。きな粉はない醤油こんなもんかな。ちょっと皿を持ってくる。けど、なんか取り行ったら今何すんだよ。おい、こら。うん、うまっ。めっちゃもち。おい、やめろよ、もう。おい、やばい、もちもちすぎて手についてバレちゃう。なんかもぐもぐしとらん。しとらんしとらん。いいね、うまくできたね。お皿。なんでそんな手に餅ついてるの。ちょっと当たっちゃったんだよ、餅に。どういうこと。やばい、やっとダメだ。これは証拠隠滅ができない。これ曲がるやつ。水だ、水で洗ってくる。これのむずいんだよ。難しいね、これ。え？まあ、これは箸の使い方だろうな。ああ、なるほどね。いつだかステーキ食ってる時も折りまくってたじゃん、箸を。いや、あったな。バキバキ箸に巻きつけてそのまんまでもいいんだよ。あ、その食い方もあったな、確かに。ね、意外と食べやすそうじゃん。こういう、これは餅のせいかもしれない。折れた。
よし、じゃあ食べようか。明けましておめでとうございます。よし、じゃあいただきます。いただきます。つきたて餅、うん、うまい。ほんと餅だね。完全餅になってるわ。ほんと他の味が食いたくなる。うん、でも美味しいな、やっぱ。めちゃめちゃいい天気、うん、ね、すごいよ。普通の餅より、うん、弾力がね、すごいあるよね、やっぱ。全然ほんと違う。焼き餅ではないもんね、だってこれ、うん、うまい。うん、美味しいな。小さい子さんに小豆を作ってもらって、それを、あ、いいね、それ食いたい。確かに、あんころ餅、わー、うわ、うまそう。この間やったら絶対うまいよ。そうしよう、それがいいな。よし、じゃあ、あとはそうだね、持ち帰って味変して、なんかおばあちゃんとかもね、まあこのあれ弾力があると結構ちっちゃくしんと、ちょっと危ないかもしれないけど、詰まらしちゃう。そんなわけで、まあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあごちそうさまでいいかな。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。新年早々あのカイトが枝に引っかかったってことは、うん、自分自身もどっかで引っかかるんじゃない。やめてよ、そんな、うまく飛べない。そんなことありそう。アクシデントが起き